車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは篠原くんです。お願いします。お願いします。というわけで篠原くんと紹介する車がこちらです。アベンタドールウルティメですね。もう最後の最後に出た究極系のアベンタドールですね。そうですね。台数めちゃくちゃ少ないんですよね。そうですね。350台でしたっけぐらいやったと思います。ですよね。ただありがたいことに大阪店にもたくさんご入庫いただいて、はい、カスタマイズのご用命もたくさんいただいたと思うんですけども、はい、まだありますか？ありました。というわけでもうアベンタドールって言ったらもううちのキラーコンテンツじゃないですか。そうですね。もうありとあらゆるカスタマイズをさせていただいてご紹介させていただいたと思ってたんですけど、はい、まずはご紹介するとっておきがあったということで、はい、今回それをご紹介したいと思います。で、はい、まず車なんですけど、特に外装に関しては派手なこうエアロつけたりとか、なんかこう塗り分けしたりとかっていう特になくですね、はい、まあ、スタンダードな状態ですよね、はい、でこのブロンズのラインもこれ今見たらこれペイントなんですね。そうですね。もともとペイントで仕上げられてるお車ですね。結構ステッカーの人もいますよね。そうですね。ラッピングとかカッティングシートでつけてる方も中にはいらっしゃいますね。で今回は全部フルオリジナルということで、まあ、ウルティメかっこいいですもんね。もうそうですね。もうそしてまあこの手の車ですから、プロテクションフィルムは今回はフロントだけ貼らせていただいてます。というわけでここから前フェンダーボンネットバンパーっていう感じですけど、まあ特に透明度が高いんで、まあピラーとかドアのつながりなんかも全然違和感なく、下準備的なこともしっかりやってあると。そしてそんな車にはめたホイールいっちゃっていいですか？はい、はい、というわけで今回装着したホイールがこちらでございます。篠原くんいいですか？はい、見たことない。まずねデザインどうこうちょっと一旦置いといて、はい、なんか色が見たことないことになってます、はい、これはもちろん狙ってこれにしてるんですよね。そうですね。もちろんどういうことなんですか？今回は、まあ、グラデーションという形で仕上げさせていただいて、まあ、いわゆるツートーンフェイドってアメリカでは言うんですけれども、まあ、それで今回は新しくチャレンジしようということでオーダーさせていただきました。というわけでなんとこの真ん中と外側で色が違う、はい、しかもなんかこのプレスラインというか、はい、このパーツで区切ってるんじゃなくてグラデーションで色がだんだんと変わっていくという、こんなのできるんですね。できるんですよね。すごいですね。でしかもだってこの手のホイールってパウダーって言って粉体塗装じゃないですか？そうですね、はい、今回は、まあ、その色の塗り分け、まあ、チョイスによっても塗り方っていうのも変わってくると思いますし、あとはまあメーカーとかによってもやっぱり塗り方っていうのも変わってくるんですけれども、今回は真ん中がキャンディースモーク。なるほど、はい、ポリッシュベースでキャンディースモークに仕上げております、はい、というわけでこの辺はじゃあアルミの質感が透ける黒のクリアで塗ってあると、はいはい、そしてこれ外側は？外側はモナコカッパーになります。はあ、これカッパーなんですね。そうですね。銅色。そうです。なんかこう全然相反する色なんですけど、うんうん、なんかこう徐々にこううまいことグラデーションで変わっていくと。はい。でこれ私知らなかったんですけど、アメリカでこういうカスタマイズが一部でいらっしゃると。いらっしゃいましたね。全然僕チェックしてませんでした。まあ本当に数少ないと思うんですけれども、いるのはいらっしゃいました。なるほど。なんかもうこの辺の車って結構こうカスタマイズされ尽くした感、はい、まあ、この辺の車だけじゃなくて特にスーパーカーとかハイパーカーとかって、うんうん、もうなんかもう皆さん全部飽きてるのか、うんうん、なんか前後でこう車の塗装がグラデーションになってたりとか、うんうんうん、マンソリーなんかこう前後左右で色が違ったりとかっていうのがあるんですけど、ありますね、ここまで行きますか？ホイールもやっちゃいました。もうデザイン置いといて、まず色がめちゃくちゃ目立つ、はい、そうですね、はい、目的としては、センターロックがブラックなので、はい、まあ、ブラックに近いスモークで。ああ、そういうことね、はい、こうセンターロック その中心部分を目立たせるんじゃなくって、はい、だんだんとこう本当にフェードしていく感じ、はい、これは見たことなかったです。で外側はボディについてるラインに近いような感じで、なるほどなるほど、仕上げております。確かにボディのブロンズにちょっと近い感じがしますね。そうですね。そしてもう色に全部目がいっちゃって、まあ、ホイールのデザインだったりブランドを聞いていませんでしたけど、はい、ホイールはこちらは今回はブラーダというメーカーでチョイスしております。これ MV フォージドの姉妹ブランドというか、はい、
ですよね。そうですね、あの同じく MV で削ってる別のブランド名で展開しているホイールということ でもちろん MV が削ってるんで、もうクオリティはもう折り紙付きですね、はい、そうですね、ここだけの話、あの裏のピアスボルト MV のマークついてました。あ、そうなんだ、やっぱり MV で使ってるだけあって、はい、ピアスボルトなんかは MV ロゴが入ってると、はい、でしかも今回このエアロディスクに見える的な、うんうん、なんかこう外側と内側でデザイン分けてるホイールになってるので、かなり表情が、そしてこのエアロディスク風になってるんで、フランジ結構出るんですね。そうですね、結構ツラツラに仕上がっちゃいました。なんか引っ張ってる風に見えるぐらい、うんうん、なんかこうディスクがエアロディスクみたいにこうバチンって出てる風に見えるという、はい、はい、そしてそれだけじゃなくて削り込みもこのスポークの横もそうですし、このリングに至っては浮いてるデザインになってる。これすごいっすね、なんかもうすごいですね、はい、であとは特にはキャリパー塗ったりとかもなく、あ、それはもともとブラックだったので、はい、そのままで、ノータッチで仕上げております。あ、なるほど。そして今回ローダウンはこれしてあるんですか？ローダウンはしました。なるほど、はい、若干車高調整してあると、はいはい、というわけでこんなめちゃめちゃ目立つホイールになってると、はい、そしてあとカスタマイズ的には特には何も。なるほど、じゃあもう足元全力投球なんですね。そうですね、はい、まあ、確かに、まあ、やり方としてこのホイールのインパクトに負けないもうカーボンパーツ、エアロパーツゴテゴテとか、もうマンソリーのエアロみたいなのもありますけど、はい、今回は足元全力投球ということで。そうですね、はい、もうこのデザインからしてもうめちゃくちゃいいといい感じに仕上がってるんで、もうそれ以上は求めないでいいかなと思っております。そして後ろは同じものが、同じデザインのものが装着されていると。はい、ただやっぱりこう後ろコンケーブがつくんでまた表情違って見えますね。そうですね、はい、でインチ数も違うんでやっぱり見た目も変わってくるか、フロントとは違ってかっこよく仕上がってるかなと思います。じゃあ最後になりますけども、はい、僕から感想いいでしょうか？はい、まだ遊べるんすね。そうですねなんかもうアメタンもなんか割とこうもう究極なところまで行ってるかなっていう風に感じてたんですけど、うん、まだこうやって色で遊んだりとかもできるんですね。そうですね、そしてこの色なんですけど、うん、今回はキャンディのブラックからのカッパーでしたっけ？そうですね、で他の組み合わせもいろいろできるんですよね。できるとは思うんですけれども、やっぱりあの濃さとか、あ、その辺の組み合わせでできるできないっていうのもあるって聞いてますし、あとはまあグラデーション具合とかもやっぱりその辺デザインとかによっても仕上がりも変わってくると思うんで、その辺はご相談いただければ随時確認させていただくっていう感じになります。なるほど、じゃあ色味だったりだとかそのデザインに合わせて、はい、まあ、できるできないやめた方がいいなんていうのもあると思うそう、まあ、ぜひ細かく篠原君にご相談いただくといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。